ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。どうも皆さんこんにちは、 MC のホワイトカルテットスタッフのカズです。このラジオはホワイトカルテットの魅力を感知し、知っていただけるように様々なコーナーを行っていくラジオ番組でございます。さて今回もメンバーを呼びしてます。どうぞ。ギターのニッシーとベースのユカンヌです。はい、今回はこの3人でお届けしたいと思います。この3人は多分第4回目の時にやったメンバーかな。そうですだからだいぶ久々でございます。でこれが、新年2回目か。はい、ここに。では、はい、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは始めましょう。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ、スタートです。イエーイ。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。ではコーナーの方へ参りましょう。コーナーは教えてカルテット。イエーイ。このコーナーは視聴者様からいただいた質問などを答えていくコーナーでございます。今まで質問なかあんまりなかったんけど、ね、やっと久々に来たので、はい、答えていこうと思います。質問を送ってこれた方はラブカルテットさん。ありがとうございます。ガチ勢の匂いがするね。そう、ガチ勢の匂いがするねでは質問の内容をちょっと言っていきたいと思います。ホワイトカルテットの皆さん、今年も1年ご活躍を期待しております。そして3月21日北堀へライブ参戦させていただきます。ここ1年予定が合わず参戦できていなかったので、もう今から待ち遠しく仕方ありません。新曲は動画で拝聴したのですが、控えめに言っても最高でした。3曲目に演奏されていた曲はホワイトカルテットでは今までにない感じで、かつ私の好みでした。あとシリウス、早くライブで皆さんと一緒に歌いたいでございます。で質問なのですが、最近動画界などで MC のカズさんとメンバーとの深い絡みが見られ、カズさんは結構いじられる立ち位置なのかなと思うのですが、メンバーの皆さんはカズさんをどう思われているのか知りたいです、とのことでございます。はい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 、はい、でこれに関して今回はちょっとドラマの特訓はいらっしゃらないので、文章で答えいただいたんですけど特訓はカルラジは自分が収録している時も収録してたのを聞いている時も面白くて、 MC がカズさんじゃなければそんな風に面白いって思わないやろなと、個人的にはいい仕事をしてるんではないかと思っております、との答えが来ました。で次ニシとゆかんねんけど、どう、はい、いやもういか同分っちゃいか同分、ね、いか同分っすね、やけどまあまあまあいろいろ使っておりますねなんか僕ってなんか、はい、こいつ何やねんとか思ったことあった、ね、ないですよそんな。もうね、場を一変できるほどの力を持ってるなとも思いますよ。あのね、カリスマ性があります。カリスマ性カリスマ性なんてあんのかな。逸材10年に1人の逸材ですね。なかなかやで。でもさ、僕こんだけ噛み倒してるからさ、なんかそろそろマジで怒られんちゃうかなって前から個性出てると思う個性出てる？出てます。出てますよ、個性の塊やと思います個性の塊か、そうかイコールカリスマだからまあそう思っていただけるとありがとうございますはいはい、以上質問はこれだけでございますまたどしどし応募していますのでよろしくお願いします。以上教えてカルテットでした。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。では次のコーナーへ参りましょう。カルテットインフォメーション。イエーイ。このコーナーはホワイトカルテットの最新情報をお届けするコーナーでございます。ではゆかんぬ、よろしくお願いします。はい、ライブ情報になります。3月21日土曜日、はい、北堀江クラブビジョンに行ってライブを行いますので、お時間のある方はぜひお越しください。10
ホワイトカルテットの出演時間とかはまあ、まだかな、その辺はまだ決まっていないようなので、また詳細決まり次第お届けしたいと思います。はい、はい、では以上カルテットインフォメーションでした。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。さてそろそろエンディングのお時間が来てしまいました。メンバーのお二人いかがだったでしょうか。嬉しいですね、うん、まあ、質問があるって、ね、あるというね、ありがたいです、ね、だいぶ久々の質問やもん、まあ、なかなかないからね、うん、まあまあこんだけカルラジ見てくれるってことは嬉しいことでございます。嬉しいですね。で僕もまた精進していきたいと思います。よろしくお願いします。このカルラジは Twitter のリプ、YouTube のコメントで感想をお待ちしております。 YouTube アカウントは英語でホワイトカルテット、 Twitter アカウントはホワイトカルテット、またはアットマークをお持ちで WQ0529 での検索をお願いしています。このカルラジは各週で配信していきます。次回は違うメンバーやゲストさんが来るかもしれませんのでお楽しみに。それではホワイトカルテットのラジオ、略してカルテット MC のカズと、ギターのニッシーと、ベースのゆかんぬでした。また次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。